織田の誇り、守り抜かねば。奪たらきなら俺に任せな。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ若。なんだ戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。どれ、どれ、よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。役目を開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。人質の態度が。ならば、ここに陣取るのが最善だろう。譲らぬぞ。いいところに現れたな、信行。私がやる。さすがによく心得ている。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。譲らぬ。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。うつけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間若は逃げ延びてください。半蔵すまね、無理はするな。開門。信行たちが押されているか。オンサ、直ちに援護するぞ。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。譲らぬぞ。わしと手合わせをしようもか。あたしの獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。敵将撃つ。オンサ仕取ったぞ。こりゃお見事ですな。そこか。ただの力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。敵将撃ち取ったぞ。引かせていただこう。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりの打ち手め、邪魔はさせぬぞ。敵将撃ち取ったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。
人質を差し出し今川の手駒に成り下がるなど俺ならばごめんだが、ただの人質と侮っていたがなかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。一、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。役目を果たす。人質の身であれ、モノノフの端くれ。そこからやすと捕まるものか。私がやらねば。マタさん、お前のようなものがそばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい弟が助けてくれるからだろう。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。